ご視聴ありがとうございます。ゼルダの伝説ティアキンの、2周目のシナリオを進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。今回からですね、竜の涙をやっていきます。で、1箇所はですねもうすでにやっておりまして、これはね多分ね2箇所目になると思いますので、で今回はですね、これ全部やっちゃうとすごい時間かかっちゃうんですね。一気に残りの竜の涙やると、まあ、1時間以上かかっちゃうので、何回かに分けてお伝えします。今回はその2箇所目と3箇所目の、竜の涙をやります。で、1箇所目とあとその関連するですね、イベントに関しまして、ちょっと前にやってますので、それはあの概要欄にあの URL を貼っておきますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、ご確認、そちら見てね、いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、これは本日の1箇所目ですね。あの、竜の涙としては2箇所目なんですが、これはラプラ山の眺望台から来ると行きやすい場所になりますので、で、ここはね、比較的わかりやすいです。なんていうのかな、地上絵ってでかいから竜の涙の位置がねすごい分かりづらいんですよね。なんですけどここはすっごい分かりやすい、一番分かりやすいかもしれないですね。ここになります。近づくとねこうやってね水たまりみたいなのが出てきますので、で調べるって A ボタンを押しますとこれでストーリーが進みます。はい、これでね2箇所目なんですね。はい、これでずっとねストーリーになりますんでね、まあゼルダ姫のね、あの過去に行ってしまったゼルダ姫がね、いろいろちょっといろんなものを体験した話をですね、リンクがこうやって映像として見れるということになります。あれデスマウンテンでしょうね。やはり私が知っている景色ではありません。まあ緑がね、まあ、ただですね緑多いんですけど、さらに多いんですね。語られていない遥か昔、本当にハイラル建国の時代なのですね。我らも驚いているよゼルダ殿。そうだよね。だがソニアと同じ時を司る秘跡の持ち主なら信じるに値する。これね、たまたまね手に取ったんですけどね。秘跡なんてなくても私はすぐに信じたわよナフル。彼女からは私の力とあなたの光の力、何より同じ血のエニシを感じるの。これあのゼルダが何で持ってるのかっていうのはね、最初の方の動画を見ていただくと分かりますんで、うん、確かに。それでゼルダ殿、先ほど一刻も早く元の時代に戻らなければいけないと言っておられたが。はい、戻りようがないよね。でも実際ね、大変なことが起こっていて早く戻らねばならないのに、そのすべがここにどうやって来たのかさえ何もわからなくて。そうだよね。ねえゼルダさん、とにかく一度落ち着かなきゃ。私たちのお城においでなさい。いえ、それはその私たちのお城の場所っていうのが着替えも用意しましょう。多分ですけど始まりの大地なのかな、そんな気がするんですよね。ありがとうございます。そうだ、ミネルなら時を超える術を心得ておるやもしれぬ。ミネルさん。ああ、誰よりもゾナウの英知を知り尽くし、ね、ミネルという言葉がもう出てきてるんですよね。我らと同じ奇跡を携えし者、私の姉だ。はい、というのがですね第2つ目のね竜の涙になります。これを、全部やっていくとですね、まあ簡単に言うと、あ、マスターソードがそこにあるんだなというのがいろいろわかるイベントになりますので。はい。
で、これで、今これでマイナスボタンを押すと、これで見れますね。で、ちなみに番号で言うとこれ4番になるんですね。いろいろね、ムービーやりましたからね、その辺のことがね、もう前もって見れるようになってきます。でですね、次の、地上絵なんですが、確かね、いや、もうちょっと、違うよね。もうちょっと右側じゃないですかね。これで位置がね、分かってないんですよね、私ね。もっと右側だと思うんですよね。確かね、その辺だったような気がするんですよね。確かね、その辺じゃなかった。そのね、ちょっとの草がある、その草のマーカーの、で、その辺だったような気がしますよ。はい。その辺だと思います。とりあえず行ってみませんか。もうちょっと、そうですね。もうちょっと右側じゃないかな。その辺、ここだったような気がしますよ。はい。ちょっとここ行ってみましょう。はい。で、ここは消しましょうね。はい。もう終わりです。ちょっと、ね、大幅にずれてましたね。まあ、大体あの辺です。はい。はい。でですね、ちょっと私すみません。ここで忘れちゃったんですけど、必ずですね、必ずだと思うんですけど、この地上絵にはですね、この竜の涙と、あともう一つコログが大体いますので、ちょっとここに行くの忘れちゃいました。すいません。次のところからはちょっと行ってますんでね。なんかね、攻略サイトの中には、ハズレコログって書いてますけどね。あ、ここが竜の涙だと思って行ったらですね、コログだったっていうことを言いたいんだと思うんですけどね。はい。じゃあ行きましょう。ちょっと着替えていきましょうね、もうね。まあ、ここはもう寒くないでしょうからね。まあ、オルディン地方ですよね、この辺はね。あ、これなんでね、木の盾とかね、そういうの持ってるんですかっていうのを先に言われるとですね、これちょうど盾がなかったので、たまたま拾ったのとですね、あともう一つはですね、ちょうど雷が鳴ってたんですね。で、そのまま持っちゃってるだけなので、特に意味はありません。はい。で、おそらく、この、あ、見えてきましたね、地上絵がね。多分、プルアパッドだと思うんですよ、これ。これね、プルアパッドの地上絵なんですね。まあ、ニンテンドースイッチみたいな感じですけどね。もう見れば見るほどニンテンドースイッチみたいな感じですけど。まあ、さすがにね、私ね、これなんか、プルアパッド見たとき、いつか任天堂がこれ作るんじゃねえかって言ったんですけど、さすがに出ないですよね。ね、それはねえだろうって感じになりましたね。はい。で、ここもね、ちょっと広いんで分かりづらいんですけど、竜の涙の場所をこれから真っ先に行きます。はい、これここになります。はい。これ分かりやすいというかですね、まあ、真ん中辺行けば反応すると思いますのでね。どっかがね、私ね、結構ね、見つけるの苦戦しちゃったんですよね、1回目の時に。はい。で、これが3箇所目の、竜の涙になります。今回はね、ミネルとお話をする回ですね。これでも相当昔ですけど、でもゾナーの技術ってすごいですよね。はい、ミネル様、何かのお役に立つのなら、ではお借りする。これだね、ロボットだって、いわゆるゴーレムもロボットですもんね。私が未来から来たこと、信じていただけますか？初めから疑ってなどいませんか？ゼルダ殿が元の時代に戻る方法はわかるか、姉上。あなたが時を超えてきたのは奇跡の力によるものでしょう。奇跡の力で過去に行けちゃうっていうのもすごい話ですけどね。持ち主の力を倍化する秘宝です。私であれば肉体から抜け出す魂の力、ラウルであれば魔を滅する光の力、ソニアは時を司る力、あなたからは光と時、二つの力を感じるわね。なるほどなるほど。だからゼルダは時の賢者だけじゃなくて光の賢者でもあるんですね。で、時の方が力が強いんですね。しかし秘跡は
あくまで力を媒介するだけ。実際にそれを制御し、これだからあれですよね、竜の涙先に見てる人っていうのはもう5人目の賢者が見てるだっていうのはもうちゃんと分かってますよね。秘跡にまつわる伝承に竜化の法と呼ばれる禁じられた術があります。なんとなくちょいちょいヒントをね言ってくださってるんですよね、こうやってね。永劫の時を手に入れる。なるほど、ある意味で時を超える術か。これが何かの手がかりになるのではということだな。とはいえね、しかし伝承には続きがあります。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。禁じられた術とされる。これでも英語に変わらないっていうのは竜の心とは言ってないんですよね。糸口になると思ったのですが、永久に自我を失ってしまうのでは本末転倒です。自我を失うっていうふうにこの時代は解釈したんだね。お役に立てなくて。振り出しか。とはいえゼルダ殿が力への理解を深めれば新しい発見があるやもしれん。使い方をソニアに習ってみるのはどうかな。はい。でもそうね、まあもうエンディングご存知の方はあれですけど、もうねえ、そうだね、ちょっとね、あの竜になるっていうことが自我を失うっていうのふうに解釈してるんですね。これ難しいな、どう解釈したらいいんでしょうね。はい、というわけでね、これで3箇所目になりまして、ちょうどね区切りがいいのでこの2箇所目でちょっと一旦動画終わりになりますので、で、あともう一つですね、ここにねコログがありますんで、そこを見て終了となります。ちょっとですね、まあ、連続にしちゃおうかなと思いますので、逆ですねこれね、そっちじゃないんじゃない、そう、上の方ですね。はい、上の方がねコログになりますんでね、まあ、ちょっとね忘れないうちにね、これはちょっと連続にしようと思うんで、次回もねこの竜の涙をねちょっとやっていきまして、最終的にはね、マスターソードを取るっていうところまで、やっていきますね。まあ、竜の涙だけで全3回ぐらいかなというふうに予定しておりますので、お楽しみいただけたらというふうに思います。本日の動画はこちらで以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。次回も竜の涙、お楽しみください。ありがとうございます。